九州市で毎年恒例の行事、小倉城祭りが今日から始まりました。今年で62回目を迎える小倉城祭りは、火事で焼けた天守閣を1959年に再建したことを記念し、小倉城から北九州の魅力を発信しようと始まりました。小倉城が一望できる会場のステージでは、ソーシャルディスタンスを取った客席から北九州にゆかりのあるアイドルやアーティストの音楽を楽しむことができます。また今年は刀に見立てた柔らかい棒を使って1対1で勝負する北九州市発祥の新スポーツ、サッセンの体験会も開かれています。小倉城祭りがですね、新しいコロナ禍の中のイベントとしてですね、また開催できたということでですね、たくさんの方に来ていただいたということで、大きな喜びがあります。小倉城祭りは明日までの開催です。